チーズ。ドライブ中です。ドライブ中です。ライオンチャンネル、ライオンチャンライオンチャンネル、ライオン。皆さんこんにちは、 MBS アナウンサーの清水麻耶です。野島咲子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて我々今 MBS 本館の1階に来ております、うん、清水さんちょっと変わってるんですよね。1階実はね、めちゃくちゃ可愛くなってるんです。そうなんですよ。テレビ局なんだけどテーマパークみたいになってるの。お、言うね。お、じゃあ見ていただきましょう。それがこちらです。ライオンガーデンでございます。いや、ここに来ればあの東京のホニャララパークに行かなくてもテーマパーク気分を本当に、ね、楽しめるんじゃないでしょうか。う、ね、ここにもね、ほらいきなりライオンちゃん。関西テレビ局キャラクターナンバーワンの知名度を誇る。本当にそうなの、ね、ライオンちゃん関西の人なら知らない人はいないはず。そうや、私関西出身だから、うん、本当に27年間 MBS 見てきてるし。そっか、ライオンちゃんが生まれて20周年でしょ、うん、20年間ずっと見てきてる。本当、ちょっと見て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 、これこれさ、なんでもないさ、かわいい。これやっぱりあの東京のテーマパークの丸々みたいに隠れライオン、隠れライオン、隠れライオンちゃん見つけちゃった。そう、探すのも楽しめるかも。この隠れライオン探すのいいかも。ねえねえ見て、何、あらかわいい。ウェディングケーキみたいなアニバーサリーケーキがありますよ、ね、ライオンチャンネル 20th サンキュー。これさ結構リアルじゃない。本当だね。触っちゃダメだね。あ、そうだ、触っちゃダメですね。あ、触っちゃダメって書いてあった結構写真とかも まやさんが撮るとしたらどこで映えそう、いやでも私このケーキの横で撮りたいかも。あ、じゃあ一緒に撮ろうか。ちょっと輪郭難しいね。難しいね。あ、ここ、ここ、あ、いけたいけた。結構ここ、え、どこどこ、あ、ここ、ここ、ここか。あ、いいよ。はい、はい、はい、チーズ。いけたんじゃない、いけたんかなえ、こっちはなんかこっちもガーデンっぽい。これさ裏から見たらさ、あ、おお、あ、ライオンちゃんの顔になってる。あ、ちょっと待って、そっから顔出して。あ、なんか言った？なんか音が聞こえたけど何だったんだろう。ちょっと後ろ側来て、回ってきて。よいしょ。あ、ここにボタンがある。おお、開いた、開いた、大丈夫？おお、開いた、開いた、大丈夫？では押しますよ。ピンポン。すごい。ピンポン？ピンポンって言った。インターホンなのこれ。こっちもボタンある。こっちもやってみる。あ、なんか全然違うところが音が聞こえた。なんかこれ、あの、ここさ、くぐってきてわーってして。オッケー、せーの、どうぞ。おかえり、どこ行ってた。わー、いいね。あ、これすんごくいい。え、本当？かわいい。本当？これはフォトスポットだ。噴水かな、プールかな。そう、あ、ここ、ここさ、登らないでよんとは書いてるけど座っていいんじゃないかな。うん、どう、ね、え、めっちゃ良くない、これ、いい感じ。フォト…なんか雰囲気いいね。本当だね、いい感じ。で、さらにはね、私気になるものがもう一個あるのよ。あのね、こっちにね、ライオンちゃんの、じゃじゃーん、あ、バイクが、バイクあるんです。おお、大型のバイクだね、はい、清水さん、運転できませんが、普通免許持ってませんが、見て見て見て、このね、時速、44444km 出してますめちゃくちゃ速いな。速い。でもここもね、ちゃんと愛車精神で4となっていると、これいいね、いいね。ドライブ中です。ドライブ中です。いいね。だって見て、上もいる。上見える。上になんかあれもさ、何かのオマージュじゃない。飛べねえライオンはただのライオンなのですかうまいうまい。置いてる展示に目が行きがちだけど、うん、意外と上吊るしてるところも楽しい、うん、これ、あーすごい、これさ、あ、ライオンちゃんの歴史、本当だ、2003年から2023年までの年代別になってますよ。2004年がブエロサナタが流行って、うん、で、ライオン、ヨン様、ヨン様、ライオン様、そうそうそう、あれライオン様か。あの CM がうちの家族大好きだった。あとね、あの2005年のやつは、うん、なんかあのディスコみたいな感じで、うん、ライオンチャンネル、ライオンタウン、ライオンチャンネル、ライオンタウンってやってんの。ちょっとね、あの、恥ずかしかったらそれダメよ。もう一回ちゃんとやろう、せーの、ライオンチャンネル、ライオンタウン、ライオンチャンネル、ライオンタウン。で、それがあれなのね。そうそうそう。っていうだけの CM。なるほど。なんか CM とかで皆さんにいろんなライオンちゃんを見てもらって愛されてきたってことなんだね。そうなのよ。そうか。で、やっぱね、ここが一番私は
取るべきところだとも思うんだけど、ここどう思う？ここはやっぱメインだね、うん、しかもこれね、ぬいぐるみ置いてんの。あ、本当だ。あ、かわいい。はい、チーズ。かわいい。小さいお子さんと一緒に来てもいいし、若い皆さんでライオンちゃんの愛を皆さんに伝えてもらうための写真撮ってもらってもいいし。え、どうなんだろうね、テレビ局の1階って入りやすいのかな、入りにくいのかな。でもこれで入りやすくなってると思う。だよね、まやさん、はい、あ、ライオンちゃんのマスコットもここにいる。かわいい。え、てか実物どうなんだろう。あ、怖い、動いた動いた。ライオンちゃん本物じゃないの。元気、元気してた。あれ、ちょっと待って、この子ずっといた。ね、見たよね。だからすっごい私たちを待っててくれてたんじゃない。ごめん、私たちだからずっとごめんね、気づかなくて。ずっと立っててくれたんだね。気づかなかった。え、でもライオンちゃん今日ヨンチャンテレビの日じゃないの。そうだよね。あ、その前に会いに来てくれたんだ。ありがとう。ちょっと待って、意思疎通できすぎじゃない。あ、本当。やっぱさ、毎日会ってるからさ、ね、ちょっとね、ヨンちゃんテレビでコミュニケーションできるようになってきてるよね、うん、私まだ関西来て5年目だから、うんうん、分かってないことも多いと思うんだよね。あ、なるほどね。ということで今日はトランスレーター、うん、あの翻訳者さんが来てくれてるらしくって、うん、あ、じゃあ自己紹介お願いします。はい、毎日放送編成の綱田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう綱田さんはね、うん、ライオンちゃんのプロフェッショナルということなので。そうなの、はい、あ、結構あのお仕事を個人的に一緒にしたことは何回かあるんですけど、おでも、え、ライオンちゃんの言ってることが分かるってことですか。実はライオンちゃんの、ね、意思疎通ができて、うん、そう言ってることを皆さんにお伝えしようかなと思います。素晴らしい、すごい。いつも私たちが思ってる疑問もね、ぶつけてみたいと思いますよ ね。 うん、私ライオンちゃんにずっと聞きたいことがあって、うん、あの今週20周年ですよね、うん、昔と顔が違うんですよ。顔変えた？え？え、私整形した？ちょっと待って、私20年前とかは知らないんですよ。ライオンちゃんのその前の顔ってどんな感じなんだろう。あのね、顔がねちょうどあるじゃないですか。あるの？ぬいぐるみ、これ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 、これね、顔違う。ライオンちゃんの昔の顔これなの。顔違う。え、何が変わったの、ライオンちゃん。初期これで、今これ、お花かな。お花を変えたのかな。今ライオンちゃんが飛ばしちゃったね。今ライオンちゃんがアタックされた。この顔いらねえよ。本当だね、お花全然違う。お花が全然違うんですよね。え、綱田さん、これはライオンちゃんなんで変わってるんですか。はあ、はあ、え、なんて、なんて、なんて、なんかもうデビュー20周年で20年間経って垢抜けたらしいです。垢抜けたのか。垢抜けてこの顔か。あ、なるほどね。でもさ、思わない、テレビに出てる人たちってどん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 垢抜けるって言うじゃない。いや、私が思ったから、私が思ったから。うん、うん、20年もカメラの前に立ってたら、うん、垢抜けるかな。あ、そうか。だよね、化粧とか上手になったのかな。だ、そういうことか。なるほどね。違う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 、そうって言ったの。なんて言ってました。いや、でも元がね、うん、なんか垢抜けたんだよね、元が、そうかそうか。でもね、これよく見ると目と口はそのまんまで、うん、鼻だけちょっとかっこよくなった。あ、うん、ノーズシャドウ入れたのかな。今の方がいい、今の方がいいよ、ライオンちゃん。どんどんかっこよくなってる、うん、あと私もう一個質問、はい、ライオンちゃんって今年20周年って言ってたけど、20歳なのかデビュー20年なのかどっちって、ちょっと共演者の方に聞かれたことがあって答えられなかったんですよ。うん、え、なんでなんで。本当にこれはあの年齢は実は秘密なんだけど。あ、そうなんだ。でもデビューは20周年ってことだよね。20歳ではないんだ。そう、違うのか。20周年じゃなくてデビュー20周年か。なるほどね。じゃあさ、私たちさ、こんな風にフランクに喋ってるけど、うん、かなり人生の先輩説あるよ。そうだね、うん、だ、年下な感じで喋ってたけど、うん、確かにこの風貌は20歳ではないわな。確かにね、声結構おじさんなんだよね。そうね、だから気づいちゃった、うん、50歳ぐらいじゃない。ああ、ガクンとしてる、ガクンとしてる。なんて言ってる、ライオンちゃん。年齢秘密だって怒ってる。怒ってるから。そうだ。え、ちなみに、はい、もう一回質問、はい、ライオンちゃんは好きな色って何かあるんですか。あ、気になる。好きな色なんかある。あ、ライオンちゃん赤が好きみたいな。あ、そうなの。あ、だからいつも赤なの。え、知らなかった、あ、そうなんだ。知らなかった。
緑が好きだと思ってた。あの MBS の毎日放送のカラーがより緑色っていうんだって、うん、そっか、はい、あ、緑だよね。そうそう、あれ結構赤なんだ。あれあれあれでもなんだよ、なんて言ってるんですか実はそのコーポレートカラーが緑になる前からあの赤が好きなんですね、そうなんだ、なるほどね。でもっと前からライオンちゃんいるから、うん、だからコーポレートカラーが決まる前なんだろうね。あ、そういうことか。そうかそうか。本当に20年間ずっと見てきてると意外と知らないことが多い。多いね、うん、でも今ご覧の皆さんの中でもライオンちゃんに会ってみたいなとか、ちょっとこう触れ合いたいななんて思ってる子もいると思うんですけど、どこに行ったら会えるとかなんかあるのかな。うん、全然わからないな。これはもうヨンチャンテレビっていう番組レギュラーで出演しているので、ね、ぜひその番組を見ていただけますとライオンちゃんに毎日会えるかと思います。なるほど ね、 そうですね。確かに最初から最後までお天気も一緒にねお伝えしてくれてるのでね、うん、画面の、まあ、越しではあるんですけれども、うん、みんなと一緒にライオンちゃんと会ってもらえたら嬉しいです。いやでも今日ちょっとサプライズだった、ね、ライオンちゃんに会えると思ってなかった、うん、今からライオンちゃんヨンチャンテレビの本番らしくて。そうでしょ、オンエアでしょ。そうですね、はい、こんな時間ない中わざわざ1階まで来てくれてありがとう。一緒に写真撮ろう。3人でいけるかな。いけるかな。じゃあ旧ライオンちゃんも一緒に行くよ。はい、せーの、はい、チーズ。はい、ありがとう。忙しいのにありがとう。またね、バイバイ。いってらっしゃい。 OK、 いつか君の言ってることが分かるようになりますように本当やな。チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。合わないね。 OK、 グッ。チャンネル登録、高評価、そしてコメントお願いします。ぜひ MBS1 階に遊びに来てね。